はい、皆さんこんにちは、カズエンドです。こんにちは、タクです。黒金高校が強化パワーアップ中ということでやっていきたいと思います。初期値こんな感じ、ちょっとコントロールが低いで、アイテムは招きとマックスパワードリンク、そしてデッキはジャン。以前にですね、私ここの高校で SS1 の先発9メモリぐらい作ってるんですけど、それと同じようなデッキでございます。オール50です。いきます。まあ、ちょっと思い出しながらって感じ。いきます。まずは評価上げ、監督はあんまり気にしなくていいのかな、ここは。でまず気になるのは立川デッキに入れることっすね。おお、あれが変化球から技術に変えてくれるんですよね、ポイントを。そこはやっぱり一番入れたいキャラ。まあただ普通にやっぱり精神ボナ持ちのルシファーも入れたいんで、まあ、デッキ見ながらそこどっち入れるか持ってない人はね、はい、っていうとこがまずはデッキは大事かなと思いますね。あとやっぱり金儲けしっかりできるかだよね。そうですね、まあそこはもう運になっちゃいますけど、うん、どんどん仕掛けた方がいいのかな、そういうのは。重い球どのタイミングであるんだっけ。まだもうちょい先かな。常に一周ですね。ってことはじゃあ次の次あたりなのかな、水谷。まあ、こっちもらっておきますか。まあ、メンタルでもよかったかな、今。脱三振。いや、ただ1周目のその投手のタイミングで体力、回復あんだっけ ?40 回復するんで。そっか、そんなのあったか。この次ね。ツノリアかな。今のはさすがにツノリア行ってもいいと思うんですけど、ただ、その購買部。はい。で、ネックレスとか買えるんで、だ比較的評価アップ、チームメイト評価アップとか彼女の評価アップはもうすげえ楽な高校ですね。なるほど。ここですね、金儲け。さあ、40回復 C の説明はしない。え、今説明してほしいな。あれ、まあ、いいや。さあ、矢部くん来た。岩井も来た。で、ログを見るとですね、こうやって見れるんですね。で、安牌に行くんだったら、ここですね。岩井くん。まあ、ここはじゃあ、岩井で行こうか。はい。祝いで。ちょっとプラスぐらいですね。さあ、どんなものが売っているか、購買部チェックから入りましょう。職人の枕。これ結構熱いんだよね。かわいいぬいぐるみ。さっき徳が言ったやつですね。で、これ使いましょう。あと、あんまりお金がないので、あ、これとかね、最初はいいですね。スーパー強いですね、今。ね。職人の枕も言っておきたいが、ちょっと、あと2つ買っとく？そうですね、基本的には安いのを買い占めて、5個買っておく。で、またって感じだよね。4週目にまた補充してもらうっていうのが基本ですかね。とりあえずじゃあこれで。はい。そしてもうタッグになっている。ここはすげえ難しいな。タッグ行くか、神楽の評価上げた方がいいのかな。ここは神楽で良さそうですね。はい。やっぱり、久しぶりにやると感覚おかしいね。だいぶ忘れてる。これも、つのり合いっちゃっていいかな。そうですね。いいですね。補充されましたね。確認しましょう。伸び。ただあんまりお金ないんだよね、今ね。こう考えるともう、ここは何も買わなくていいのかなっていう感じしますね。わかりました。だから最初の2000もしね、矢部くんから取れてたらよかったんだな。こことかもやっぱりもう休息踏んで、この110K マネー、経験点がそのマネーに変わって手に入るんで、はい、積極的に経験点稼ぐプラスマネーを稼いでいきたいですね。さあ、金儲けが入ります。また矢部くんがいますよ。うわ、これ仕掛けなきゃいけないやつだ。いや、渋いっすね。これは仕掛けなきゃいけないやつだ。
うわ、200減るの痛えな。来い。うわ、なんか昔ゲームウィズさんのね、確率論みたいなの出てましたけど、うん、はい、あれ相当低いんですよね。10回以下とかなんかそんな感じなんですよね、確か。あ、そうなんだ。確かですけど。おー、これは熱い。さあ、アイテム、可愛いぬいぐるみとか買っていきたい。お、購買部会員機ありますね。これかな。これはじゃあ先に買いますか。ただこれ買って終わるね。だ、安、どうしたらいいんだろう。まあでも買っといた方がいいのか。安くなるから、ね、あとは安くなるんで。じゃあ普通に使います。じゃあこれとかね、こんな感じでいきます。まあアロマオイル、あ、今パワージュースとかあるんですか。パワージュースない、こんだけ。これ使っちゃおう。回復系がでも回復のやつ1個あるからもう使っちゃう。マックスパワーもったいない。まだもったいないですよね。でもこれは行きたいよね。虹谷コツ来てるし。どうしようかな。奪三振は抑えておく。森田の奪三振リリース戻る、勝ち戻る。まあでも 30% で怪我するんだったらもうこれ使っちゃうよ、マックスパワー。いや、もったいないです、もったいないです。もったいない。そういう高校じゃないですね、これ。ドカンとしたの。じゃあ休むか。はい。じゃあ上でいいのかな。はい。まあルシファーのイベント考えたらね、回復にしときます。もうこれはアロマギフト使うのかな。持ってたっけ。使っちゃっていいですね。で、ここね、キレ。肩マッサージ機。ただ結局さっき購買部会員券来ましたけど、はい、やっぱ達人の極意でしたっけ、うん、センス丸になるやつ、うん、ああいうのはやっぱ欲しいですよね。結局そこゲーかなっていう印象ありますね。なるほど。これはルシファー言っておいた方がいいのかな。ツノリアの方がいいかな。ルシファーでいいんじゃないですか。いいですか。さっきの矢部のとこで2000勝ってるか勝ってないか、もう全然違ったね、今これを見ると。ステーセンス丸のやつが買えるか買えないか、もうそこだけっていう感じになっちゃいますよね。うんうんうん。さあ、セクミです。1時代前は本当にここで先発を更新したみんなやってたもんね。ユーザーさんたくさんいたんで。さあ、これも渋いな。でも、まあ、リスキーに行かない上がいいかな。1番目で。お、なんかアイテムもらった。タフドリンク G ももらった。いいですね、いいですね、うん。タフドリンク G はでかいよ。最大チャップですね。うん。もうすぐ使っちゃった方がいいね。お、来ましたね、こんなの。グレートプレミアガチャ行っちゃおうかな。行っちゃいましょう。グレートプレミアガチャ。コントロールボール回。熱いじゃん。熱いっすね。熱いじゃん。アイテム使うで、タフドリンク G。おお、8も上がった。アイテム買う。ときめきラブレターがあるよ。タッグが扱った時に行きたいね。そうですね、うん。で、安いの買っちゃっていいかな。いや、でも3つしか買えないね、うん、これとこれとこれ。ラブレターだけで良さそうですね。あ、本当に。じゃあこれはとりあえず買うで、ストックで。うん、じゃあこれでいこうか。さあ、これ何。ポンポンポン。いやー、言っとく。ごめん、言った。ちょっと体力が怖いね。回復も来てほしいな。カグラもいるよね。回復来い。おー、これ練習試合。はい。うーわ、最悪のやつ来た。い
骨格まだ来てないですもんね。来てない。休むね。はい。そう、OK、ラブパー使っちゃう。これは使っちゃって良さそうですね。ときめき、ときめいちゃいます。たとえ偽りの愛だとしても。なんか書いてありましたね。でもちょっと変わったね、やっぱり。そうですね。でもさ、正直言って全力見すぎてるから、なんかもう物足りないです。確かにそうですね。うん、これですね、今もらった変化球&技術 DVD。 それがめっちゃ熱いですよね。うん、変化球の経験点を技術ポイントに変換する。はい。今のところもスタミナと球速で良かったんだね。変化球下がっちゃうとちょっとやだね。さあ、真ん中ですか。桃屋と事業いきます。170まで負け。いかがでしょう。いや、そりゃないって。わあ、告白も本当に来ないの。真ん中でいいかな。評価なんかはもう本当セクワンの残り7ターン、うん、もう5ターンぐらいでは上がってた気がするんですけどね。お、でも安い。お、達人の極意来てました。あった。おお、来た。これ速攻取り置きで、まあ、古びた壺買って売って、買って売って買える。でも減らしといた方がいいよな。そうですね。アロマギフト、筋力、精神のこの安いの買い占めの。あ、使っちゃった。あ、使うのはいいのか。ここはいいのか。ここ何買うかですよね、まあ、いやでもタウトリンクでいいんじゃない。おー、もうマックスになった。でこれで金貯まって達人のボギー。よし。いや、つもりは行きたくないんだけど。まあでもやるキャップも兼ねて、もうセンス丸早速来ましたね。来たね。さあ告白は、うん、うん、ここね。そうですね、 DVD 持ってるから。まあ、あとやっぱり上手い人は DVD の使うポイントもやっぱり上手いよね、きっと。うん、うん、これは回復あった方がいいよね。そうですね。真ん中がいいのかな。そうですね、うん。いや、つもり屋はやっぱりこのタイミングでの変え、あの、け、なんだっけ、もうわかんない。評価の上がり方もいいからね。クリスマス、そうっすね。そう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 。つもり屋はたまにはパーム取ろうかな。もう買っちゃった方がいい。でも桂マネ的にきついかまだ。あ、今じゃあんまり振っちゃダメなんじゃん。もったいないことした。あ、経験点を。そうだよ。うわ、もったいないことした、うん、しょうがない。ここ持て、あー、でもここでいいよね。持てといた方がいい。野球が上手くなりたいっていいんじゃないですか。ほう、回復来るしってこと。そうっすね。うん、さあ、ここでの授業は結構大事ですよ。いやー、いやー、モッチーと、モッチー、モッチー頼むよ。嘘だろ。結構負けてますね。嘘だろ。もう買います。極意買っちゃうよ。はい。くそ、もったいないことした、マジで。これはもう意味ない。で、この1月は補助が、補助じゃねえや、ないんだよね。そうっすね。休んじゃうだけ買います。こんな感じにしとくか。どこよ。
練習レベルもあるからポイント数もびっくりきて、立川やっぱいいから立川行くわ。おお、素晴らしい。そっかそっか、こういうやり方ね、ちょっとようやく思い出してきて、まずセンスのやつだけ持ってないとした。でも途中でセンスつけれるってやばいな。いや、凄まじいっす。わけわかんないっすね。うん、コントロール曲げときゃよかった。一発デートっすかこれ。早くないよ。いきますか。ねえ、デートだよ。この高校も割とデートのタイミング難しい高校かなと思いますね。うんうん、桂馬で稼がなきゃいけないしね。そうなんですよ。まあ、デートに行く。買う。うん、おそらく出ていない。さあそろそろ決めよう。ドカンと、ドカンと大きいのね。でもこれ仕掛けるしかないよね。いけそうじゃないですか。嘘でしょ。もう全然お金ないよ。全然お金ない。ちょっと渋いっすね。投資事業負けっぱなし。もう買うもんないよ。ちょっとこれ使おう。運良くしてもらおう。とりあえず買えません。はい。でも正直こういうのとかも持っておきたいよね、一応。そうですね。でこういうのとかも使いたいよね。いやー残念すぎる。さあまあこっからいきましょう。牽制ちょっと怖いんでこのままで。うん、OK。 ナイス。ここはやっぱり200までなんだよね、きっと。お金を稼ぎね。そうですね。うん、前回までは、前回ですかね、うん、まではもうその経験点ごっそりそのままマネでいただけたんですけど。はいはい。なんか買っとくもある？いや、ないっすね。ないよね。強いて言うならキレとか。でもちょっと高いもんな。はい、これも変化でいいよね。はいっす。真ん中かな。これは増えるでしょう。よし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 。ちょっとやんけ。ほんのちょっとだよ。うん、こういうポイントも大事ですよ。金得来ましたね。来ましたね。うん、まあ、ちょっと安いの買い漁ります。可愛い指輪とか買っといた方がいいかな。いやもう評価ほぼほぼマックスに近いですからね。あ、もうそんな上がった。はい。買っちゃうね。はい。これは神楽行きましょう。はい。潰しておくのはポンポン取ったね。何でもいいです。コツをください。 OK。
欲しいのね。買わない。ここでも千丸来ることあんの？いや、ここはないですね。さっきのあのエコノミーガチャとかなんかグレートガチャのところはありますけど、うん、最後オークションがあるんで、はい、これ真ん中でいいです。オークションがあるんで、なるべく監督上げておいた方が、そうだね。オークションの時に多少楽かなと思いますね。じゃあこれ買っときます。変幻自在どんだけ来るねん。すっげえ来るよ。え、さっき買ったのも変幻自在でしょ？変幻自在ですね。お前食？いらないよね。はい。一応取り置きしてもらうね。このままいきます。参加する。お、徹底的にやる。 OK、 割と熱いイベントっすね。うん、お金くれるもんね。バイトだろ言ったら。さあこれは岩井くんでいきましょう。払うのかね、これ。伸びの書はあるよ。お、でもこれ、ね、パワージュースいいですね。体力はちょっぴりかい。これは買っておきます。あ、技術筋力 DVD 来た。それキープしておきたいですね。うん、欲しいとこで言うとやっぱ伸びっすかね。買っちゃう？あれ技術筋力 DVD って2つあった今。買ったよね今。買いました。買ったね。で変化で技術があって、でコントロール、コントロールがあって、もう買っちゃうじゃん。はい。安くなるもんなこれで。変化？スタミナ？変化っすかね。本当に短縮します。お、球速ボールはいいんじゃないですか。ありがたい、ありがたい。うん、これも回復使っちゃっていいね。そうですね、使います。パワージュースデラックス。うーわ、いいですね。だいぶでかい。ちょっとポイント見ます。こんな感じしてきます。うん、いや、タック見たいね。見たいっすね。うん、まあでもやっぱり200、まあ、1回の練習で稼げるマネーが200なんで、まあ、コンスタントに2タックとか来てくれて、うん、はい、200マネーを稼げれば全然いいんですけどね。うん、監督丸め込みと。うん、あ、これこっち行っとく。でもこっち行っといた方がいいんだよね多分。そうっすね、行くなら。うん、監督おいしくないよね。それかデートか。うん、まあデートも思いましたけど、うん、どっちがいいっすかね。デートしとこう。なんか後で苦しくなるの嫌じゃない。やべやべ、デートデートだ。これいつまであんだっけ、これこのイベントは。7月までとか。また甲子園かなんかじゃないですか。違いましたっけ。ちょっと忘れちゃったな。全然出てないね。タックが踏めないと、うん、っていう高校ですからね。まあまあまあ、今の変化キャラでやってる以上まあそうなんですけど。はい、頼むよ。おっしゃきたー、600万円。
加する。校長室。え？ただただやる気だけ下げられた。さあ、パワージュースは買っとこう。ここら辺買っときまーす。で、安いの買っときまーす。あと一つ。多分技術とか買っちゃっていいよね、これ多分ね。技術と精神。はい。精神。ちょっとポイントも振ってみますか。コントロールちょっと上げまーす。球速もちょっと上げまーす。伸び取っちゃいます。キレもらえてないね。玉持ち取っちゃう。ドクターK取っちゃう。ミスターゼロ取っちゃう。これも取っちゃう。こんな感じにしときます。で、ここでやる気あげといた方がいいか。いや、あるか。よっす。やっぱり変わりますね。来た来た、これね、分かってます。20 30 30。おお、特ずっと10派だっけ。10派ですね。俺ね、結構使っちゃうんだよ。いけるとき本当に20マネーとかいけますからね。結構使っちゃうんだ俺。補充されたよ。もう監督関係ないね。そうですね。まあただ割と渋いっすかね。うん、このままでいいか。はい、じゃないね。来い。 OK、 いいっすね。いいよ。やっぱ変化観察するぐらいのをもらって技術に変えたり筋力に変えたりやっていきたいですよね。そうしたい。おかえり。さあ、息子が帰ってきたということで祝いと授業でいきます。はい。おー、成功。きた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 、流れが来だしたよ。アイテムを買います。うーわー、今回も渋い。コントロールボールは買いたいな。そうっすね。さあ、これは買っていいんだね。今すぐ使う。買い漁っちゃっていいよね。そうですね、確かに。うん、もうそろそろここの購買部もうん閉まる。あれ待ってください、変幻自在まだ取り置きしてんのか。そう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 、変幻自在は今ね2なの。でもいいんじゃないですか、取り置きもしなくて。本塁打現金とかなんか。ああ、そういうことね。走者釘付けでしたっけ。あと取り置き中でもずっと取り置きになってるよ。あ、解除できないんだ。できない。スカウト。もう一個、もう一個だったらどれ。精神か。はい。よっしゃ、これで。今どんな感じよ。ここを5にしたいな。よし、これでいきます。変化ね。デート。デートでも良さそうですね。デートだ。この体力的に、うん、今のだったら今の行っちゃうと次行った後はもう行けなくなっちゃうっていうので考えると、うん、今タイミングにデート良かったですね。やる気いてえな。あ、もう全然覚えてない選択肢。良かったな。これ立ち返っちゃっていいね。そうですね。うん、コツもいいですし、伸びを抑えたでしょ。重い球、尻上がりが欲しいね。
もしくは対強打者。打たれ。清掃活動、大丈夫だよね、体力。はい。うん、いいですね。OK。今ちょっとログをしてもらえますか。もう最後、今日で購買部が終わり、うん、じゃあもう買い占めですね。はい、欲しいところで言うとコントロール1アップね。あとはときめきラブレターも持ってきたい。そうっすね。筋力、筋力技術のこの経験点、うん、よし、技術、まあ、変幻自在取ったら取るよ。もう、うん、もう残しただけですからね。スカウト、あと石ですかね。どっちがいいかな。精神変化1個持ってますもんね。精神&変化は持ってないよ。でも精神足らなくなるから、てか精神もなくなっちゃうじゃん。アイテム使う。変化球から技術と、技術から筋力を持ってんの。どっちにしてもいらないですよね。いらない。でスカウト行くね。はい。でこれでいいか。ここがない。じゃあこれで。じゃあ次回復ないのか。そうっすね。で出ていけるか。熱かったらマックスパワードリンク使って。熱いじゃねえかよ。ラブパ使ってもいいかもしれないですね。ラブパ使ってマックスパワードリンクか。ラブパ、これじゃ足んないよね。パワージュース足んないですね。ラブパ使います。でこれも使います。でドン、800ちょっと振っとく。変幻とか取っちゃいます。精密機械も取っちゃう。これでいいか。ポイント、うん、変えておきます。 DVD まだ早いですか、うん、ここ一回稼いでからでいいですかね。うん、そう、変化球はあと一個伸ばせればいいんだよね、ひとまず。そうですね。まあただどれぐらい技術必要になるかまだ読めないですからね。コンコツも5もらってないですし、うん、そっか、そういうこともちゃんとやっていかなきゃいけないんだ。ちょっとスタミナ上げるね。40、45。まあ筋力ポイントはやっぱ足んないね。そうですね。うん、だこうしてムービングもつけちゃっていいかな。はい。で次のタッグ次第というか、変化バーンってきた時に技術に振ったりした方がいいね。そうですね。うん、だその前に技術のものを筋力にポンって出してから変化を技術に変える感じだね。 OKOK、 イメージができてきた。コントロールはもうちょい我慢だな。よいっす。で負けんだよなすぐまあ今回あれ買えなかったですもんね、スポーツジムチケット。そんなのもあった。あれ3枚ぐらい買うとなんかもう割と高確率で優勝街道が見えてる感じしますけど。そうだ、さ、特によく覚えてたな。そんなのあったわ。一枚もないとちょっと心もたないな。そうっすね、優勝、うん、うっそー。ほら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 、いやなんかもうこここれはけほらほら、そしたらまさかのスポーツジムチケットゲームじゃないですか。これはしんどいな。スタミナも40しかないですもんね。そうだよ。あーもう結構へばってきてるからね。よくここまでやりましたね彼。チェイ、頼む頼む。黒狩りってでも誰が点取るんですかね。岩井なんですか。おお、何なんだろうね。ゲットじゃん。ああ、ゲットか。確かにでもゲット敵でやってる時に結構打つイメージありますね、うん。何もない。まあ、これは守備か。それかラブパ中だから。
いやただ切れ骨もらえてないんで、うん、ここでもらう。そうね、もう買うことはできません。じゃあこれいきまーす。そうだね、切れは絶対だね。くれ、オッケー。牽制じゃなくてよかった。おお、2歳だね。で次デート、怖え。それだったら先デート行っといた方がよくない？2歳にびっくり、あと1回来るだろ。デート行きますか。うん、その方がセーフティーな感じがする。これは調子にします。はい、おー、かなりナイスナイス。コツもらってないとね、やっぱり全然違うからね。さてと、さてと、取っちゃいます。牽制はちょっと待つ、調子りもちょっと待つ。バント封じとか取りたいな。これで足りる？ケース、いやーマジかよ。なんでいきなりありますか。サードサードいけたでしょ今。これが黒金です。やっぱジムチケットで、うん、覚醒しないとダメっすね。ゼロ三。さあ逆境だ。いや逆境を乗り越えろ全力高校。オレオレ使いたい。ピッチャーフライ投げた。インロー外れてボール。これはわずかに外れています。カウントはワンボールワンストライクです。投げた。はい。見逃し三振。あれ黒金ってさ、ピンちゃんとかみんなやってたっけ？結構ピンちゃんやる高校か。高校ですね。まあただそれもそのジムチケットとの兼ね合いかなっていうイメージありますけど、3枚もらった時には自分は仕掛けるようにはしてましたね。まあただ3枚もらうっていうのもなかなかないもんで、まあ1回2回もしくは0っていうのがザラだと思うんですけど、うん、さあ点取る。あーもうこれ多分負けたな。これワンアウトランナー二塁という場面で鳥山打ちました。初球打ち、オーケー、背面キャッチ、モロボシ。第9初球決まってストライク。まずは入れてきました。だってミスターゼロなんでさ、速攻で点取られたの。第9低めいっぱい見逃し三振白田。お、わー、いやえ、じゃあ DVD 何にもできない、何もできない。だこれはダメサクセスですよ。 DVD でもし仮に技術に変化ポイント変換してたらコントロール101ぐらい持ってきますもんね。いやもうこれ結構きついね。あーでもそれでも、うん、そうだな、何もできないよこれ。一応取っとく。まず金徳先に取るか。そうですね、調子りあと手応えぐらいは。でコントロール上げてみる。いやでもいかないんで60とかにしとく。はい、球速上げたいですよね。牽制投手内角、内角、うわわわわわわ、緊急登板、もうこれだね。そうっすね、これで。あれでも金徳これ何個ですか？ S 何だ、1,2,3,4,5,6,7個。あーじゃあ一応変幻剤分、そうですね、うん、まあ、あとはここに関しては装飾技術系変骨だ現金、さらに出せると出せないかってとこですね。運ゲーです。まあ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 、まあまあ、にしてもちょっとダメすぎましたね。うん、ダメすぎたっていうか、まあ、結局変化来るか来ないか、うん、はい、
そこでやっぱり経験点伸ばして変化球ポイント技術に変換する筋力に変換するができないと全力みたいにはちょっとうまくいかなそうですね。もうやっぱあそこが強すぎますからね。そうだよね。今の8000点とかを3ヶ月前ぐらいは低いって思わないと思うんですよ。ここで負けて8000点、もうだって1万点で低いでしょになっちゃいますよね今だと。ただその当時やっぱり1万点出ててそこそこに筋力が取れたりしてたら、やっぱそれで SS ができたり SS1 先発ができて、はいはい、よしってなれたんで、まあ、そこ全力と比べると今のもなんかうーんって感じになるだけであって、ただ地区予選負けの8000点って別にねって感じしますけどね、うん、僕は。まあでもちょっと本当にまたもう一回チャンスちょうだい。うん、SS1 先発はちょっと頑張って作りたいな。大変だと思う。いやまあまあまあ、でもなんか、おおすごいなーっていうタッグでも見たかったから。うん、そうっすね。いやだから目指すとこどこにするかっすよね。うん、で今カズさんのとこ SS2 先発作っちゃったわけじゃないですか。もう3に近いの作ったから、だとしたらそれはねきついよ。そう、ここではきついんですよもう。うん、でなんかちょっと前にもコメントで来てたんですけど、その強化高校が来てももう霞んじゃうみたいな。まさにそれだね。そう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 なんですよ。一時期前だったら本当に強かった高校なのに、やっぱ全力が出てからここやる必要がなくなってしまったって言ったらあれですけど、ちょっと目が霞む感じになっちゃいましたからね。ただ今のでも全然、ね、8000点出てればって感じはあるんですけどね。まあ納得できてない自分もいますから。まあ、でも楽しいことには楽しいですからね。楽しい、うん、だからそこを突き詰めていければいいのかなと思います。まあ普通に、あとねもう一個思ったのは、なんかタッグの爽快感は全力でやっぱり慣れちゃってた分減ったね。なんか経験点の出なさにさ、こんなになっちゃった。いやーそうですね、うん、だって倍出ますもんね全力。うん、全力モードで経験点が、うん、それ考えるとなんか右側にこの赤い吹き出しっていうんですか、ないもんね、数字が出てこないだけで、うんうん、なんかもうパッて見た時に弱いっすもんね、うん、だからでもそこを見ちゃうと多分もう黒金できないんですよ。やっぱりそのセンスが来たとか、はいはい、矢部の投資に勝って2000万円勝ったとか、そこでやっぱ楽しめればいいんじゃないかなと思っちゃうんですけどね。ガチサクセスでやっぱ今全力にはちょっともう手が届かないかな、叶わないよね、はい、しますね。わかりました。まあちょっとまたやろう、うん、もうちょっと期間あるでしょ、まだまだ1週間ぐらいあるんじゃないですか、ね、うん、ちょっともう一回やろう、はい、そんな感じで、はい、また動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。